れるのか。傾斜のついたレールはそもそも動作保証外で。はい、どうもプラレールおじさんです。今日 Amazon から発掘したのはじゃじゃん、こちらです。プラレールアドバンス E259 系成田エクスプレス連結仕様。先頭車連結仕様黒 E259-2、 動力車モハ E259-502、 中間車モハ E258-502、 後尾車連結仕様クハ E258-2。プラレールアドバンス発売から結構経ちましたが、実は1回改良加えられているそうなんですね。このパッケージ裏の刻印見えますか。末尾が12よりも大きい数字であれば改良された車体なんですね。車輪の形状がちょっと変わって脱線しにくくなってるそうなんです。ということでやっぱり考えちゃいますよね。じゃじゃん、ニューサカレール、スイッチオン。ほら、ゆっくりですけど登れるんですよね。見ました？また来ますよ。ゆっくりなんですけどもね、坂レール登れます。ちゃんと登れます。今せっかく成田エクスプレス開封したのになんで中央線でやったんだとおっしゃりたい方いらっしゃると思いますけども、そこに秘密があるんです。では行きますよ、出発。あれ、引っかかっちゃった。こちら見事に坂レールを登った中央線でございます。で、こちらがネックス成田エクスプレスですね。何が違うかっていうと、この連結部分の2両目の連結部分のこのネジの突起、形状ちょっと違うの分かりますかね。ネジ自体の大きさもちょっと違いますよね。この突起がね、この突起のちょっとした違いがね、重要なんですよ。このネックス坂道登れません。ほら、つっかえちゃうんですよ。こちらネックスの先ほど指摘したネジの部分ですね。ネジの部分が後続車両に当たってこれ以上角度が曲がらないようになってますね。当たってしまってるんですね、ここは。そうなるとこの車輪がね、駆動車の車輪がどうやら浮いてしまうようなんですね、坂道で。他の車両でも試したんですけど、私の持ってる車両ですとネックス以外はちゃんとここぶつからないんです。ぶつからずちゃんと行くんですね。ネックスのぼやいはこれが厄介で、はいはいはい、ここでぶつかりました。ぶつかって浮いてしまうと、これ以上登らないと、そういう風になるわけです。一通り僕の持ってる車両でね、試したんですよ。 N700 系でしょ、ドクターイエローで、 L 特急200系でしょ、で E5 系、それから E3 系、小町、山手、京浜東北、中央線、全部試して大丈夫だったんですけど、なぜかネックスだけダメと。ちなみに登りきらない時はこの駆動車の後輪、回ってるタイヤね、このタイヤにホコリが溜まってることがあるんで、ここを掃除してやってください。ネックスの場合にはこの部分がぶつかるというのが問題なので、後続車両を外してやることによってちゃんと坂レールを登りますね。でネックスの場合は前後車両に連結部品がありますんで、ちょっと不細工になるんですけども、せっかく購入した4両そのまんま活かして坂道走らせたいっていう場合にはですね、先頭車両、最後尾車両をこうやってくっつけて、モーター、駆動車を最後尾に持っていくと、えい、はい、坂道を、はい、登り切りました。かっこ悪いな。もう一回登るか。登りました。ちなみに傾斜のついたレールはそもそも動作保証外でございます。さっきも言いましたけど、一通り手持ちの車両で試してみてどうにか登ってくれたんで、じゃあネックスをね、紹介ついでにこれも登るよってやろうとしたんだけど、ネックスだけダメだったんだよ。まあそれも運命の奇遇でしょうね。成田エクスプレスはニューサカレールを登れるのか、登れないが正解でございました。しかしプラレールアドバンスの中ではネックスが一番顔がかっこいいんじゃないでしょうかね。まあ、ここで終わっちゃ悶々として眠れないですからね、ぶつかってた部分をカッターで削り落としました。やる場合は自己責任でお願いいたしますけども、さ、坂道登れ。ほらね、ほらね、登ったよ。さ
さあもう一回いこっか。いやー登れ登れ登れ、おいったー、ゴージャスゴージャスゴージャス。